パンパン上ジャグル TV 始まるよ。ためとは何ぞやね。ためっていうのはこの角度がね、まあ、ほどけんことやな、はい、でもねこれインパクトってさ、ヘッドが手よりも下にあるじゃん、ってことは当たるとき絶対ヘッドは地面の近くに来てなきゃ当たらない。アイアンなら地面触ってなきゃ当たらないね、はい、クラブを地面まで下ろそうと思ったらやり方は3種類しかないんだ。まず一つがこうだよね、はい、終わったら落ちるよね、はい、もう一つがこのまままた落ちない、もう一つこうやっても落ちない。だから手首をほどくのか腕をこっちに回しても、腕をねそうこっちに回しても地面につけることができる。ゴルフのスイング的にヘッドを下ろすってのは今の3つはどれだと思う？これとこうで降りるよね、はい、とこっちで降りるよね、はい、この3つのうちどっち？なんでその様子を伺いながら正解。そう、これはねクラブっていうのはこうやって下ろしてる。その証拠にちょっとアドレス取ってでインパクトの形作って、理想のインパクト、まあ、こう例えば、まあ、こう当てたいと、このまま体左に回すよ。待って、手何もせずに、うん、ほらこっち向きに下ろしてるじゃん。そうでしょ。これをこうやって、うん、この形が回るとほらハンドファーストの形になってるでしょ。クラブっていうのはねこうやって降りてるね、向きが。で今これこっちにほどいても手首ほどけてないじゃん、うん、例えばすごいこうしましたと、でこう回ってきたと、これ映像で見たら分かるけどめっちゃためがあるんだ。チャドル TV。 ためっていうのをここがほどけちゃいけないと思って正面から見た映像だけで考えて、こうまあプロこうなってるわ、見えるわ、こうやりましたと、頑張ったと。これいつ下ろすの？ここから突然頑張ってこうやっといてパチンとほどくの？そうなんですよ。そうなんですよ。なんか私もこの意識でやったらほどけられないって。ほどけられないよね。ほどけられないよね。はい。なんか変な感じ。打てないでしょ。はい、打てなくなる、うん。まずこういう意識を持ちます。いい？これがこのままくるくるとこっち回ってくる。クラブ開けずに、そうそう、このまま回って。ただここだよね。フェースの向きあっち向いてない。はい。こうだよね。はい、これここまで来てさ、これどうやって当てるの？この後どうすんの？変手でやんの？手でやっちゃいます。やるしかないでしょ。まずインパクトの形、腰肩開いて手がちょっと浮くような感じでこうなんだけど、結果的に当たる時の形はこう、はい、いい？このまま何にもこのおへそとグリップの距離くるくるくるっと肩を90度こっちに回します。フェースの向きあっち向く、はい、胸とフェースが同じような向き向いてない、大体ね。手より低いわね今、はい、インパクト怖かったんだから。フェースが目標と反対向いてるけど、自分が胸が目標向いたらフェースも目標向かない？体が回ればフェースは向くんだから慌ただしくないよね、うん、OK。チャドル TV。ためとは何ぞやって、腕がこっちに回ってクラブが落ちた状態が回ってきたらハンドファーストになるよね。ハンドファーストでフェースの面が自分の体に揃うから、手の使い方ちょっとまたスピードの出し方があるんだけど、まずはこういう練習をします。いいですか。いつも通り引いてこっからここに落とす。で開かず落とすだけです。開く？あのこっちのこっちはまだ開く。あ、体ね、はい、うん、チェックは打つときは開きますよ、はい、今チェックは下ろす。でこのまま回ってきたら正面、胸が後ろで回れば、ね、こういう力を入れればまっすぐだねっていう確認をして、今のチェックを、で回ってくる。そう、まずハンドファーストを作る。ハンドファーストを作る、インパクトを作る。でこのまま上半身を右回転させる。腰と一緒にグーッと右向く、キュル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 、こんな感じ、うん、でこの位置を覚えておく。結構後ろでしょ、はい、今度は構えていつも通り行く。ポン
回りながらポンそのまま回って打っちゃう。ちょっと打ってみようか。一回で肩回して、うん、覚えておいて、落としながら回るってことですか、ね、体が突っ込むとハンドファーストなんて超低い球になるから構えて位置で回って、うん、ハンドファーストのインパクトの形っていうのは今のチェックの仕方で、はい、トップからクラブが降りてくる場所っていうのは今の場所、はい、で体が回った時にそこに来てればいいわけだから、ハンドバースをして、うん、そのまま何にもしないでくるくるくるっと回ってきて、ここでしょ。で、逆に言うとこのままくるくるくるっと回ってくれば当たるよね。もう一回、いつも通りで、こっからこっちを引くときにここを目指してきて、で、こっからピックしながらここをくるってます。パン、あ、もうそう、蹴る、蹴る、蹴る、地面蹴る。ちょっとさ、打ってもらっていい？背中と腰の間のこなにベルトのバックルがここにあるこの場所、この辺りをキックしながらスパーンと回って、あ、またこれはねちょっと足の使い方、今体が流れるって言ってたやつもちょっといろいろパワーが出せるやり方があるから、まあ、それはまたちょっとずつ話していくけど、チャドル TV、 肘とか手首はね結果的にこうなるんだけど、スイング中はやりたくないの。ギュッ、この形を覚えてて、このままくるくるくるっと回った、胸が開くまでにこの位置に来てればいいわけだから、目指すはここフェースの向きよく覚えてて、場所と、うん、上でもないしからね、向きもこっちでもないし、ましてはもうこうやってどうやって打つのって話だから、手高いところに上げて高い位置からそのままキック、うん、自分が回って、こうでしょ、こう来たら、はい、こっから回るときに持ち上げながら振って、インパクト付近持ち上げながら振って、下から上に振って、上に、そう、もうバーンと万歳するから、だけど左に回ってるからこっちになるけど、下から上、右下から、あ、そっから上、斜め上、パンパン上、お疲れ様でした。ありがとうございました。凛ちゃんのスイング作りとしてはこういう方向で、ためもほどけないで、はい、さらに飛距離も伸ばせてくると思います、はい、では頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。